私、大森山動物園の園長の小松です。いつもどうも大森山動物園にご愛顧いただきましてありがとうございます。アムルトラのコサンドラ、先月のね、3月に行きました。カサンドラという名前のあのトラさんは、ロシアのロボシビルスク動物園という、ロシアのロボシビルスクっていうのはね、シベリアにあるなんか大きなあの都会のようです。私は行ったことはありませんけど、そこの動物園からやってきました。ロシアのロボシビルスク動物園はなんかすごく大きい動物園のようで、上野動物園より大きいみたいですね。いっぱい動物飼っているようです。そこからカサンドラという名前を付けていただいたトラがやってきました。カサンドラは、年齢がね、来月でやっと2歳になる、まあ、人間で言えば小学生かの高学年か中学生ぐらいのまだ子供なんです。先月から来ましてね、少しずつ運動場に出る訓練をしていましたが、やっとこの運動場に少しずつ出るようになりました。まだ子供でね、そしてロシアという遠いところから来て、すぐ慣れてないので、皆さんに慣れてないのでね、あるいは猛獣舎にいる動物たちにも慣れてないので、ちょっとまだ、まあ、ビビっているというのかな、怖がっているというのかな、まあ、子供ですから、今しばらく、自由に出入りすることができるとあのできないかもしれませんけども、ぜひ皆さん温かく見守ってあげてください。後からね、動物園の、獣医さんが、あのアムルトラの野生の状況だとかもお話、あるいは飼育員さんが今のカサンドラの飼育のお話をしてくれると思いますけれども、アムルトラ、私たちは大事にしながらね、アムルトラに今まで行ったヒロシ君と一緒になって、子供ができるように期待したいと思います。皆さんもどうぞカサンドラを、優しく温かく見守ってあげてください。それではこれからですね、お披露目会をしますけれども、その前に先ほどお話しましたように、アムルトラの動物園協会でね、アムルトラの種の保存をやっている専門員の高橋獣医を紹介しますので、高橋獣医の方から今のね、アムルトラの現状をちょっと皆さん、せっかくの機会ですのでお話をさせてください。それでは高橋君、よろしくどうぞお願いします。はい、皆さんこんにちは。私は、日本動物園水族館協会のアムールトラの血統登録をしていますアムールトラ専門技術員の高橋と言います。すごい長い話なんですけれども、まずですね、アムールトラの話をする前に、専門技術員というのは何なのかというのを話したいと思います。日本にはですね、63頭のアムールトラが飼育されています。その中で、血統が偏らないように調整しながら、みんなで話し合って、動物の移動とかですね、交換、そして計画を立てて繁殖していきましょうっていう、方向付けをつける、役割を担っています、はい。アムルトラなんですけれども、極東ロシアに、生息する世界でも一番大きいトラになります。生息数は約500頭いると言われています。とても少ない数なんですけれども、絶滅危惧種ということになっています。先日ですね、WWF の方からの報告でトラの数がすごい増えたという報告がありましたので、とても良いことだと思っています。はい、世界の動物園ではですね、どれぐらいの数がいるかっていうことですね。世界の動物園にはですね、700種類、700頭、そうですね、飼育されています。その中で、日本では、63頭、先ほど言っていましたけれども、オスが23頭で、メスは40頭ということになっています。その中で、動物園同士、協力し合いながら、頑張って繁殖させて、というところでございます。はい。
で、この中では、大体3歳から5歳のトラが多いんです。で、ここの大森山動物園に向かいましたウィッキーっていうオスと、昨年残念ながら亡くなってしまったアシリっていうメスの中で生まれた、子孫がですね、結構いまして、3歳ぐらいの間の中にも生まれて、で、一番の課題がですね、やはり、動物園の中だけではやっていけないということで、いろんな動物園から動物を貸したり借りたりしながら、繁殖させていくという使命を持っているのが課題となっています。で、今回、ロシアから来たカサンドラなんですけれども、購入の経緯をお話ししたいと思います。先ほども言いましたように、日本動物園水族館協会というところがですね、国際種管理計画という、また難しい名前が出てきましたが、そういったものに参加した。それは何かと言いますと、世界的に虎の越冬を管理しながら、みんなで繁殖させていきましょうという計画に日本も参加しますなんですね。そのために、世界中で虎がいっぱいいるんですけれども、その中で、近くしょで、じゃあこっちで繁殖したのがありますよっていう感じで、協力してやっていきましょうということになりました。で、その中に参加しているのは、ロシアとアメリカですね、北米とヨーロッパ、そして日本にも、はい、で、そういった計画がありましたので、動物の移動がすごくやりやすくなったということです。そうしましたらですね、ロシアのボラが西日本に来た経緯ですけれども、日本では、今お部屋の中にいるアムルザのヒロシ君ですね、と一緒に掛け合わせることのできるメスが非常に少ないことになっています。ので、その遺伝的な許可を出すために海外の方にお願いしたところですね、ロシアのノボシビルスク動物園というところがですね、こちらの方にトラを提供してくれるということになりましたので、はい、私も、これからの絶対かけない成長と繁殖を楽しみに絶対かけないです。よろしくお願いします。以上です。会議に入って続きましてですね、飼育員の福山さんの方から状況をお話ししてもらいたいと思います。お願いします。はい、皆さんこんにちは。飼育担当の奥山と言います。今ですね、獣医さんとか園長にカサンドラが、ね、どうして大森山動物園にお嫁入りしてきたかっていうお話を皆さん聞いたと思いますけど、今私飼育員はですね、カサンドラちゃんがどうやって秋田までロシアからやってきたかということでですね、カサンドラちゃん皆さん気になってると思います。3月17日に動物園にやってきてどうやって今生活しているかっていうのをですね、説明したいと思います。カサンドラちゃんなんですけども、2014年の5月25日に生まれた女の子です。まだ若いメスのアムールトラですね。で、2016年今年の3月17日に来園しました。で、来た時の体重っていうのは121キロです。で、アムールトラっていうのはですね、先ほど説明もありました、動物、猫科の猛獣の中で体が一番大きくなる種類です。でメスはですね、だいたい体重が200キロくらいになります。カサンドラちゃんまだ120キロなので、まだ体は全然小さい方です。これからですね、どんどん大森山動物園でご飯を食べて体は成長していきます。で、このカサンドラちゃんはロシアから皆さんどうやって来たと思いますか？船でしょうか？車でしょうか？どうやって？飛行機？そうです、飛行機で来ました。このノボシビルスクっていうのはですね、こうロシアこう横に長くなっています。そのちょうど真ん中くらいにあるのはノボシビルスクという都市です。で、そこからモスクワって皆さん聞いたことあると思うんですけども、ロシアのモスクワの空港に飛びました。で、そのロシアのモスクワの空港から成田空港に飛びました。で、そこから羽
空港に移動してですね、羽田空港から秋田空港まで飛行機で来ました。で、秋田空港からはですね、車に乗り換えて大森山動物園にやってきました。で、このかかった時間というのがすごいです。2日半かかりました。で、いろんな動物をね、動物園ではこうやってね、迎え入れたりするんですけども、このロシアから秋田というのはすごい長旅なんです。約5000キロの距離をカサンドラちゃん移動してきました。皆さん5000キロって聞いてもね、全然ピンとこないと思います。だいたい秋田と東京の距離っていうのがですね、600キロぐらいです、ね、それに比べて5000キロっていうのはあまりにも遠すぎてですね、ちょっと皆さん実感が湧かないと思います。でね、一番やっぱり疲れたのはカサンドラちゃんです。大森山動物園に着いてから丸5日間ご飯を食べれませんでした。ね、皆さんもね、疲れたりするとね、もう全然ご飯食べれなくなると思います。カサンドラちゃん5日間ご飯食べれなくてですね、飼育員はね、どうやってまずカサンドラちゃんにご飯を食べてもらおうかと考えました。で、カサンドラちゃんなんですけど、ロシアの動物園でウサギとかモルモットをよく食べていたんですね。ですが、大森山動物園ではウサギとかモルモットっていうのを餌としてあげていません。ニワトリと馬のお肉をあげています。ですが、その両方とも食べなかったので、カサンドラちゃんにはですね、特別にウサギを用意しまして、ウサギをね、食べてもらいました。そうしたところですね、カサンドラちゃん、ウサギをもうペロッと食べまして、その次の日からはですね、ウサギだけではなく馬のお肉、鶏のお肉もね、ペロッともうね、完食するようになりました。やっぱり食欲っていうのはね、一回落ちてしまうと回復するまでに時間がかかりますが、ちょっとしたスイッチがあります。カサンドラちゃんにとってね、そのウサギっていうのがね、スイッチだったんですね。で、カサンドラちゃん、ご飯を食べれるようになったら、次はね、お外に出る練習をしています。動物園に来てすぐお外にね、この広い展示場に出すのはね、カサンドラちゃんびっくりしてしまいますので、まずお部屋と通路、展示場に出ていく通路があります。その通路とお部屋を行ったり来たりするところから慣れさせていきます。ね、その行ったり来たりがうまくできるようになったら、ようやく展示場デビューです。ですが、展示場に出してすぐ扉を閉めてしまうと、カサンドラちゃん、こんな広いところに1頭でいるとね、もう怖いです。やっぱり初めてのところなので。なので、まだね、お部屋と展示場はね、オープンにしてあります。自分で好きな方に行ったり来たりできるようにしているんです。どちらか閉じ込めるのではなくてですね、お部屋とお外両方行ったり来たりできるようにしています。なので、このトラという動物ですが、すごく警戒心が強い動物です。とても頭も良くてですね、また皆さんお家で猫を飼っている方は分かると思いますが、猫っていうのは暗くて狭いところに人見たがります。なので、このね、広い展示場に出るのはまだまだね、ちょっと時間がかかります。まだお部屋の中暗くてね、狭いですので、カサンドラちゃんそっちの方が居心地がいいみたいで、まだちょっとお部屋の中にいるみたいですが、これからね、だん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 徐々にお外に出る時間が増えていくと思います。で、お外に出ていったくらいですね、今度アムールトラの繁殖のシーズンになります。先ほどお話にありました、大森山動物園、もともとオスのアムールトラが生活しています。ヒロシ君というオスのアムールトラです。このアムールトラというのはですね、秋から冬に繁殖のシーズンを迎えますので、このヒロシ君とカサンドラちゃん、すぐに同居させるのではなく、まずはですね、網越しにお見合いをさせます。そしてですね、網越しにお見合いをさせて相性が良ければ一緒にします。いつかはですね、このカサンドラちゃんとヒロシ君の子供が生まれるかもしれません。そのためにですね、私たち飼育員も頑張りますので、どうぞ2頭ともね、相性がいいかっていうので、ね、見守ってあげてください。では、これで飼育員のお話終了します。どうもありがとうございました。